食います。そのほとんどはローンや従業員への給与の支払いをどうすればいいのかといった不安を抱えています。そうした被災した人たちの不安を受け止め、復興への足がかりを作ろうと、地元の弁護士が法律相談を行う活動を始めました。宮城県気仙沼市の弁護士、小野寺康夫さんです。失礼します。どうぞ。はい。今週に入って被災者からの法律相談に無料で応じています。この男性は車検のため自動車販売店に車を預けていましたが、津波で流されてしまいました。販売店に対して賠償を求めることができるのか相談に訪れました。天災だから不可抗力なのでということで、責任が免れるという可能性もあるんですよ。ただあなたとしては納得できないだろうから、落ち着いてからね、そのことの損害賠償を求めるということになると思います、ね。そうですか、地震と津波で大きな被害を受け、さらに大規模な火災に見舞われた気仙沼市。昨日までに500人以上の死亡が確認され、今も多くの人の行方が分かっていません。25年前から地元で弁護士活動を続けてきた小野寺さん。津波の時、小野寺さんは他の町にいて無事でしたが、海からおよそ2キロ離れた事務所は津波で大きな被害を受けました。事務所の1階部分が水に浸かり、多くの重要な資料が流されてしまいました。パソコンとかなんか全部ダメになっちゃいましたしね。だからそのデータも多分使えないので非常に困ってます。当分の間、仕事は休まざるを得ないと考えていた小野寺さん。しかし震災の翌日、会社を経営する被災者から相談を受けたことをきっかけに、弁護士としての活動を再開することにしました。その方の相談っていうのは、支払いのこととか従業員の給料のこととか今後のことなんですね。自分が大変な状況であるにもかかわらず相談してくるんですよ、今後のことを。だからそれに対するアドバイスを的確にしてあげないと、いろんな混乱するし。小野寺さんは今、市の商工会議所の一室を借りて法律相談を行っています。おはようございます。昨日までに30人以上の被災者が訪れました。水産関係の食品販売会社を経営している千葉さんの家族です。震災で事務所が全壊しました。生活の基盤を失い途方に暮れている被災者たち。小野寺さんは専門家として、まずは相談に来た人の不安を取り除くことを心がけています。今支払いとか、そういう部分でどこまで猶予。だからね、支払いは現実問題として払えない状況ですよね。で、支払いの猶予のことについては、これからその国会とかなんかで立法化してですね、延期してくれるって法律出てくる可能性もあるので、皆さんは自分の身の回りのことだけ心配してたらいいんじゃないですか。あとはもう先々困ったらね、また来てください。弁護士のとこ行ってください。はい、ありがとうございます。こういう窓口があったんで助かりました。本当に心がいくらかでも楽になりました。力を合わせてね、頑張ろうね。やっぱり、冷静な判断ができる状況じゃないので、冷静な判断の相手は指針を示すっていうか、アドバイスをしてあげるということですよね。自分が今できることはやっぱり無料で法律相談して、皆さんに少しでもこう希望をですね、与えられたらいいかなと思ってます。